親父さん、こんにちは。親父さん、寝てるのかな？おーい、親父、起きろ。親父、復活。は、あかりちゃん、なんで、あかりちゃんが僕の家に？そうか。やっと、僕のことを好きになってくれたんだね。そんなことあるかボケ。そんなことより、用事って何ですか？そうそう、用事っていうのは他でもない。はい、何でしょうか？あかりちゃん、宮崎のことを、もっと知りたいって言ってたよね。はい、いっぱい知りたいです。そこで、親父が宮崎の話を、あかりちゃんにプレゼントする企画、題して、宮崎不思議発見、という企画を始めます。それは楽しみです。それじゃ、早速行ってみよう。記念すべき第1回目は、宮崎の心霊スポットその1だ。心霊スポットですか。怖いのは、少し苦手ですけど、頑張ります。最初のスポットは、ホテルアイランド、だ。宮崎で最も怖いスポットの一つとして、知られているぞ。場所は、青島の JR 日南線の線路沿いにあった。なぜ、過去形で言っているかというと、この廃墟だった建物は、すでに解体されてしまったからだ。もともと、ホテルアイランドは、ホテルになる前は病院で、結核病院だったとか、陸軍病院だったとか言われている。とにかくたくさんの人が、この病院で亡くなったそうだ。怖いです。こちらの建物には、ホテルの見取り図にはない、螺旋階段が実在したそうだ。この螺旋階段の奥に手術室があったそうだが、この手術室で理不尽にたくさんの人が亡くなったと噂されている。そんな亡くなった方々の怨念が幽霊となり、漂っていると噂になった。その後、病院は改装工事をし、ラブホテルとして利用されることになったが、ラブホテルになってからも幽霊や心霊体験は続き、とうとう、経営者が夜逃げをする形で、ホテルはそのまま廃墟となったそうだ。廃墟になった後は、心霊スポットとの噂を聞きつけた人たちが、肝試しに訪れたり、テレビ番組が取材に訪れたりして、本当に心霊体験が起こったりしたそうだ。2005年になって、廃墟になった建物が、危険ということで解体されるまで、多くの人たちが、この心霊スポットで怖い体験をしたそうだ。本当に、怖い場所だったんですね。僕も、まだ建物が解体されていなかった頃に、何度か近くを通っただけで、直接行ってみたわけではなく、噂でしか聞いたことがないけど、結構有名な心霊スポットだったという話だ。さて、次の話はこれだ。宮崎市佐土原町の久峰隧道、通称、コツコツトンネル、という。次も、それっぽいネーミングですね。1962年に作られたトンネルで、長さは73メートルほどの短いトンネルなのだが、なぜ、コツコツトンネル、と言われるようになったのかというと、このトンネルの中で車のクラクションを3回鳴らすと、幽霊が現れるという噂からなんだ。その現れ方もいろいろあって、コツコツとハイヒールを鳴らしながら女性の幽霊がやってくる、だとか、幽霊がやってきて車の窓ガラスをコツコツと叩く、とか、ちょっと曖昧な体験談の噂があるそうだ。また、トンネルを通ったら車の窓が、手形だらけになっていたという現象も聞かれている。地元では有名な心霊スポットなので、行ってみたっていう人は多いんじゃないかな。そういう僕も、行ってみたことはあるが、心霊現象には遭遇しなかった。どうだい？あかりちゃんも行ってみたいと思うかい？ダメです。私にはハードルが高すぎます。それでは、最後に紹介するのはこれだ。ここは、宮崎の有名な観光地の一つだな。ここなら私でも行けそうです。日本最大級の商業樹林があり、歩行者専用吊り橋として高さも日本で2番目に高いため、自殺の名所としても有名なところとなっており、後ろから声をかけられて振り向くと誰もいないなど、自殺者が現れる心霊スポットとしての噂もあるところだ。しかし、噂は噂だから気にする必要はないと思うぞ。場所が気になるというなら、僕が以前アップした動画を見てみると良い。はい、動画もチェックしてみますね。ということで、今回は心霊スポットその1を話してみたがどうだった？はい、少し怖かったけど、ためになるお話でした。あかりちゃん、吊り橋効果で、僕のことを好きになったんじゃないかい？説明しよう。吊り橋効果とは、外的な要因でのドキドキを、恋愛のドキドキと錯覚し、そのドキドキを一緒に体験した相手に恋愛感情を抱いてしまうという現象である。
で、何解説させとんのちゃわれ。天敗親父は無視して。宮崎不思議発見。宮崎の心霊スポットその1をお送りしました。動画が良かったという方、高評価をお願いします。また、チャンネル登録もよろしくお願いしますね。それでは、次の動画でお会いしましょう。またね。